すいません、じゃあ、今あのレジュメ配り終わったと思いますが、前の方にあの余っていますの で、ね、37ページから前回配ってたんですけど、少しあの改訂版というか作り直してきましたので、今日新しいものをあの配っています。なので前回配った37からというのはいらないということになります。で今日新しく37から8ページかな、全部で配っていますので、そちらを見ながら、聞いてください。それではあの水曜日ですけれども、まあ、今日は月曜日授業ということで、皆さんあの不都合あったかもしれませんけど、これからもちょくちょくそういうのがありますので、あの一応ムードルにはね、歩行とか休校一応入れてますので、まあ、早め早めにあの、チェックして、それで、まあ、アルバイトとかね、あの調整しておいていただければというふうに思っています。で今日はなんとあの偶然ですけれども、サルス事件から、ちょうど50周年の日ということになります。で、まあ、前回お話ししていたサルス判決が、その後ですね、国家公務員法違反、政治的行為でね、起訴されて最高裁まで上がってくるっていう、そういう例ずっとなかったんですけれども、30年ぶりに、国家公務員が、起訴されると、政治的行為で、起訴されるっていう事件がありました。で、サルス判決の、なんていうんですかね、判例変更のチャンスが、30年ぶりに巡ってきたという、まあ、そういう話を、したいと思います。それで、レジュメの37ページからなんですけれども、新しい方の37ページですね、下に改訂版というふうに書いておきましたが、で前回見た、ね、サルス判決というのは、まあ、そういうわけで、初めに結論ありき、もう強引に有罪にするということが決まっていると、そういう中で、いわゆるサルス基準、合理的関連性の基準というふうに言いますけれども、3つの観点からね、審査するという、そういう始めもなんか基準と言っても基準とは言えないような、まあ、そういうもので、有罪にしたということで、学説にはそこに挙げてあるように、批判が、まあ、あのたくさんあります。で、まあ、代表的なものとして樋口先生の教科書、それから高橋和之先生の教科書、長谷部先生の教科書の批判というのを紹介しておきましたけれども、前回もしかしたら言ったかもしれない、匂わせたかもしれないけれども、この長谷部先生の批判というのはやっぱり面白くて、結局その、郵便局員が政治的ポスターを貼るという行為そのものも有罪にするであればね、何をその禁止しようとしているかというと、もはやもう心の中で社会党を支持するということを禁止しているのと同じだと、まあ、そういう感じだということなんですよ。要するに行政の行政が中立的に遂行されるということが一番重要なわけであって、社会党支持だろうが、日本あの自民党支持だろうが、平等に郵便がちゃんと配達されるということが、重要なわけですから、それの保障のためには、その郵便局員が心の中で社会党支持してようが自民党支持してようがどうでもいいよねっていう、まあ、そういう話なんですよね。ちょっと見ておきたいと思います。公的サービスの受給者である国民が真に恐れなければならないのは、公務員による公務の遂行が実際に党派的に行われることですよね。社会党だけ速達が届く、自民党に届かないということになると困るという、そういう話ですけれども、公務員が勤務時間外に政治的な意見の表明を行うことは、その公務員がその公務を遂行する際に実際に党派的に行うかどうかとは関係がないということなんですよ。私は社会党支持だと心の中で、でも公務員としての仕事、郵便配達をするときはそんな関係ありませんよというのは普通の人だと思うんですけれども、まあ、そこなんですよね。だから公務遂行が実際に党派的に行われるか否かと無関係だと。もしもそれが関係あるんだとしたらね、心の中で社会党を支持している以上は郵便配達も社会党を有利にするに違いないとみんなが思うんであれば、もう
指示しちゃいけない。でもしもそういうふうに考えるんであれば、関連するというのであれば、公務員が選挙で投票することも禁止すべきだと。見られようが見られまいが、とにかくそういう政治的な党派、政治的な意見を持つことそのものを、ね、禁止しないとおかしいはずだと、こういう批判ですよね。で逆に公務員が実際に党派的にもしもね、行動しているとすると、勤務時間外にそういうことやっちゃいけませんよってわざわざ禁止したところで得るものは何もない。得られるのは公務員の中立性らしさという外見だけである。つまり公務員の政治的中立性の確保という一方目的と、採用されている手段との間に合理的な関連性はないのだと、こういうふうに長谷部先生批判をしておられるんですね。まあ、長谷部先生の批判とかね、教科書に書かれている理屈っていうのは、得てして普通の、標準的な教科書に書かれている批判とかとは何て言うのかな、毛色が違うので、なかなか最初慣れるまではね、ちょっと読みづらいかもしれませんけれども、慣れてくると、まあ、長谷部節大変面白いと、まあ、僕は思っているんですけれども、まあ、皆さんも思うかもしれません。というわけで、これが今から50年前のサルス判決だったわけです、まあ、前回のお話をした。で最初に言ったように、それが30年ぶりに、判例変更のチャンスが巡ってきた。それが、まあ、ビラ配りなんです。サルスはポスターを貼ったと、選挙の掲示板に社会党のポスターを貼ったということで、まあ人事規則の政治的行為ということだったわけですけれども、人事規則の政治的行為というのは、他にビラを配ることも禁止していたんですね。でそれに引っかかったのがこのポスティングってやつです。ポスティング、まあ、これね30年前って、つまり今から20年ぐらい前の話なんですけれども、今はどうですかね。まあ、最近はやっぱりその、ね、もうスマホとか電子の媒体でレジュメも、ね、紙で配る先生少なくなっていると思いますけれども、ポスティングって皆さんの住んでるその、マンションなんかの、ね、郵便受けにチラシが入りますかね。昔は、ね、よく、ね、ピザ屋のチラシとか、ね、いろいろ なんかアルバイト募集とか、ね、そういうのよく入ってたんですけど、まあ、それをポスティングって言うんですよ。でその中にそういう広告ビラだけじゃなくて政治的なビラが入ります、時々。で、大体ですね、どうなってるかっていうと、まあ私有地ですから、でそこの中に入ってきて、でマンションの共同のなんかダーッと並んでる郵便受けとか、あるいは場合によっちゃオートロックさえ開いてればね、あるいはオートロックがないマンションであれば上まで上がってきて、で順番に廊下を歩きながらそのドアの前のポストに入れていくっていうことがありえます。でそれって一応私有地に勝手に入ってるわけですから、130条でしたっけ、刑法のね、住居侵入、あれ邸宅侵入の罪の構成要件に形式的には該当していると。でじゃあそれをいちいち逮捕しますか、起訴しますかっていう話なんですけれど、通常はですよ、まあ受任限度とか社会的相当性とかいろいろな話があって、まあ広告ビラを配ってるにはなんていうんですかね、そういう大ごとにしない。だけどそれが政治的ビラだったら、共産党の赤旗だったら逮捕して起訴するっていう、そういうことが、起きたんです。で広告ビラならいいけど政治的ビラならダメよって、公権力つまり警察が判断するっていうのは、これまさに内容に基づく差別でね、内容に基づく規制で、しかも憲法の価値観からすると、まさにそういう広告の自由よりも、広告表現の自由よりも、政治的表現の自由の方が大切で、それをこそ憲法21条表現の自由っていうのは、保障しているはずなのに、そういう価値観からすると逆転してるわけですよ。ピザ屋のチラシだと勝手に入ってきやって何も言わないけれども、共産党のチラシを勝手に入っていって同じことをやると形式的には同じなんだけれども、起訴するぞ、まあ、そういう話なんです。でまずですね、そういうことが起きたんですよということで、これは今日 その公務員の政治的行為とは直接の関係はないんですけれども、私人、一般私人のポスティングという事例を2つ簡単に紹介しておきたいと思います。大変有名な事案です。
でこれは最高裁で2008年に判決が出ました小法廷ですけれども、東京都立川市の自衛官宿舎に、左側の人が、当時はねイラク派遣というのを小泉政権が、やろうとしていたんですよね。でそれに反対をするということで、自衛官の家族の皆さんもイラク派遣に反対しましょうという、ね、まあ、自衛隊の宿舎に、ね、自衛官の宿舎に自衛官のイラク派遣反対というビラを配るというのは、まあ、なんか喧嘩を売ってるみたいなところはもちろんあるんですけれども、まさにまあ政治的表現というのはそういうことですよね。で、この人たちが、自衛官宿舎の側の人から、ね、出ていけって言われたのにということで、まあ、起訴されちゃったという事案です。で今言ったようにビザのチラシであればね、まあ、受任限度というか、まあまあ過罰的違法性がないということにするのかもしれない、まあ、理屈はちょっと分かりませんけれど、とりあえず普通は起訴まではいかないんですけれども、まあ、今回は行ったということで結構話題になったんですね。で、37ページ、今日配っている改訂版の方の下の方に、流れをまとめておきましたけれども、一審の東京地裁、まあ、八王子支部ですけれども、はこれは過罰的違法性論で、被告人を無罪というふうにしました。でところが、控訴審東京高裁は、それを破棄して、刑法130条の罪で、有罪にしました。罰金刑です。でそこで、被告人側が、最高裁に上告したというのがこの、判例百選の58事件ということになります。でこれは形式的に見れば公正要件に該当している行為です。明らかに、住居侵入、邸宅侵入、まあ、その敷地内に入っているわけですからね、敷地の管理人の意思に関して、立ち入り禁止とかね、関係者以外お断りとか、そういうふうに通常書いてあるわけです。でこの自衛官宿舎にも当然書いてあったわけですけれども、まあ、にもかかわらず勝手に入っていって、それで捕まっているという、そういう話ですから、まあ、形式的には疑うことなく、これは公正要件に該当する。で、裁判所どういうふうに判断したかということですけれども、まあ、下から3行目、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない、たとえ表現の自由の行使のためとは言っても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものと言わざるを得ない。まあ、ここまでは何の疑いもないんです。その通りなんですよ。だけれどもなんですよね。で、しかしそのだけれどもというところに判断はせずに、従って130条前段の罪に問うことは、憲法に違反しないという理由がなく、OK というふうにしています。でこれはまあ罰金刑で確定したんですね。繰り返しますけれども、まあ、非常に、ね、騒音を立てるとか、スピーカーでね、がなり散らしてね、自衛隊派遣反対とか、そういうのを言うというのは、もうまさに私生活の平穏を乱すっていうの迷惑行為ですけれども、まあ、静かにね、それもまあ50人ぐらいで退去してビラ配られたら怖いですけれども、まあ、ちょっとビラ配ってさっと出ていく程度のことを、有罪にしますかねっていうところが問われている。それと同じことは他の広告ビラでもやってますよね。じゃあやっぱり何が違うんですか、何が悪いんですかっていうと、政治的な意見が悪いんですかっていうことになりそうなんです。自衛隊派遣というどう見たって左側のね、左翼的な意見、リベラル側の意見をアウトとしているっていうことで、それでいいんでしょうかっていうことが問われたんですけれども、まあ、こういう判決になっています。同じような事件が同じような時期に起きています。これは東京都葛飾区で、7階建てのマンションです。で、そこに共産党のビラが、お坊さんだったんですけれども、が配られて、で住人とちょっとトラブルになって出ていけと言われて、それで住人が私人逮捕したのかな、なんかそういう感じだったと、まあ、抑えて警察を呼んでみたいなことだったと思うんですけれども、で、これも有罪ということに、この時期同じ判決、同じ法廷なんですね、最高裁の第二小法廷で、同じ裁判長、今井勲さんという方の裁判長で、だからこういうのもね、まあ、最高裁側は偶然って言うんですよ、必ず偶然って言います。なぜ同じ小法廷に、その3つ小法廷あるわけじゃないですか。
で最高裁の事務局が順番にこう割り振ってる、機械的に割り振ってるのを123123ってやってますって言うんだけれども、まあどうもそうは思えません。でこれはあのまあ同じような事案だからね、同じような小法廷にっていう配慮は当然あるんだろうと思いますけれども、まああのまあ分かりませんが、偶然同じ小法廷に継続をして上告棄却ということで罰金5万円になっています。でこれも一審、東京地方裁判所2006年なんですけれども無罪にしてるんですよ。まあ、やはり警備ですからね。で、この2006年という日付注目してほしいんですけれども、1ページ目、ま、元に戻って立川の、ね、ハンセンビラ事件一審、八王子支部が無罪としていたけれども、それを東京高裁がひっくり返して有罪にしたのが2005年なんです。でその後にそれを踏まえてなおやっぱり無罪だということで、この葛飾共産党ビラの東京地裁は2006年に、被告人を無罪としているということなんですね。まあ、しかし、高裁と最高裁はそういうふうに、まあ、有罪にしたということです。まあ、ただですね、まあ、これあの神戸大学の木下先生、ツイッターでもよくあの活躍しておられますけれどもが、大変いい百選の解説だと思いますので、まあ、58番の解説は読んでおくといいと思います。で、そこでも紹介されていたので、引っ張ってきたんですけれども、真ん中あたりの星ですね、西野保一さん、これが、調査官なんです。この、葛飾共産党ビラ事件の担当調査官です。でこの方の調査官解説を読みますと、なかなか評価難しいんですけれども、葛飾の事件は7階のマンションでね、でオートロックがなかったと。で1階に、全員のその郵便受けがあると、ずらっとあると。そこに入れてればよかったものを、この人は熱心な人で7階まで上がってきて各フロアの廊下を通って、で各ドアのところに入れたと。でそれがかなり住民にとっては、まあ、気持ち悪いというね、知らない人が家の真ん前まで来てるっていう、そこを重視したというようなことをこの調査官解説が言ってるんですね。だから逆に言うと、この、共産党支持のお坊さんが7階まで上がらずに、各フロアの前まで通らずに1階のその集合郵便受けのところに順番に入れてたにとどまっていたんであれば、それを有罪とすることは表現の自由上問題があるみたいなことをですね、まあ、ちょっと言い訳っぽい気はしなくもないんですけど言ってるんですね。それが真ん中の星のところです。本件立ち入り行為の対応は、玄関内東側ドアを開けて7階から3階までの本件マンションの廊下等に立ち入ったというものであることなどに照らすと、法益侵害の程度が極めて軽微なものであったとは言えないと、こういうふうに言ってるんです。で最高裁がそういうふうに言っている、その判事からは何が読み取れるかというと、この西野さんによると、各階各部屋玄関前のポストへの投函ではなく、マンションの集合ポストへの投函およびそのための立ち入りという限度でとどまっていれば違法性がなく、住居侵入、邸宅侵入の罪に問うことも憲法21条1項違反となるという判断を読み取ることも可能と思われる、こういうふうに言ってるんですよ。だから集合ポストに立ち入っただけだったら起訴しちゃダメよ、それを起訴するのはもう政治的な意見の弾圧だよ、憲法21条違反になるよ、というようなことをこの第二小法廷判決から読み取れるんではないかと、第二小法廷判決の下書きを書いて張本人が言ってるんですよ。で第二小法廷判決は、いやいやそうじゃなくて7階まで上がったから、まあ有罪にしたんだよみたいな、そういう説明にしてるんですけれども、まあ果たしてそうなのでしょうか、まあ、そこは分かりません。だから今度皆さんがよし憲法判例100選に乗ろうというふうに考えてですね、あの7階まで上がらずに集合ポストのところでチラシを配って起訴されてみてください。そしたらこの第二小法廷のこの解説の通り、それで起訴されたらちゃんと最高裁が憲法違反って言ってくれるかどうか、まあちょっとね、
今回事例判断でね、要するに7階まで各フロアまで上がってるから有罪にしたんで憲法違反じゃないんだみたいな言い方を、まあ、弁明のようにですねしておられるようにも言えるし、逆に、まあ、実際にその1階にとどまるのであればそれを起訴しちゃいけませんよというふうに、まあ、検察当局側にね、釘を刺しているというふうにも読める、まあ、両方の評価、まあ、おそらく両方なんでしょうけれども、弁明かつ釘を刺すみたいなね、感じではないかと思いますけれども、まあ、そういう解説です。でこの解説も含めて、木下先生が大変いい脚線で解説を書いておられる、ちょっと難しいかもしれませんけれども、頑張って読んでみてほしいと思います。でこれはその要するに、まあ、我々が今話している国家公務員の政治的行為の話とは全く関係のない私人、一般私人によるポスティング、表現の自由のストレートの21条の話です。でそれと同じようなことがやはりこの時期なんですよね。2004年から2003年、2005年にかけて立て続けに起きて、そしたら、起訴し逮捕してみれば、逮捕というか、まあ、調べてみれば国家公務員だったっていう 事例が2つ起きたということになります。でこれが、被告人の名前を取って堀越さんの事件と、それから宇治橋さんの事件といったり、被告人の、働いていた場所ということで、目黒事件といったり世田谷事件といったりするものです。38ページの下に丸3丸4というふうに書いておきました。でまず目黒の事件です。堀越さんという方が捕まったという事件なんですけれども、被告人は目黒社会保険事務所勤務の年金審査官、まあ、当時、社保庁、社会保険庁というのがありまして、まあ、今亡くなりましたけれども、別な、非公務員型の、なんとか法人になったと思いますけれども、まあ、当時は純然たる国家公務員でした。厚生労働省の職員ということになる、こういう人だったんですね。でこの人が、2003年4月に、まあ、共産党のビラを配っていたのが偶然、これはまあ偶然だったようですけれども、公安警察に発見されたと。ほいで、あいつ公務員じゃねということで公安が沸き立ってですね、よし泳がせ捜査だ、しばらく様子を見ようと、もうすぐ総選挙があるから絶対あいつ何かやるにしかね、マークしとけっていうことで公安警察が盛り上がるわけです。で、その年の、まあ、半年後ですけれども、やはり総選挙で、この方が、マンションに赤旗を配布しているのが、まあ、確認をされたということで、逮捕し、そして逮捕の2日後にも起訴してるんですね。で少しそこに書いておきましたけれども、まあ、スパイ大作戦もどきの異常な捜査手法というふうに宗末先生が書いておられますけれども、まあ、スパイ大作戦というね、あれはいや僕も知らないんですけど、テレビなのか映画なのか、そういうあの年あの世代の宗末先生ぐらいの先生の世代でスパイ大作戦というと、もう音楽とともに映像が目に浮かぶと思うんですが、僕はねちょっとピンとこないんですよね。まあ、そのスパイ大作戦もどきの、ちょっと異常なね、コストをかけた、金暇をかけた、手間暇をかけた捜査をやっております。で、第一審どうなったかというと、なんと執行猶予付きの罰金です。罰金刑に執行猶予がつくっていうのはちょっとこれも相当珍しいと思うんですけど、罰金10万円にね、執行猶予をつけるっていうのも何なんだそれっていうね、なんですけれども、いろいろ東京地裁書いています。やっぱり苦心されたのではないかと思いますが、その鍵括弧3つ目あたりを少し見ていただきたいと思います。39ページの、まあ、真ん中あたりですね。でこの被告人の弁護人はですね、サルス事件判決っていうのがもう当時の世論から厳しく批判されたし、また憲法学会でもこれを支持する見解は皆無であった、サルス判決そのものには4名の、少数意見反対意見もついていた、それから何より30年経っているサルス事件判決以降、国交法、人身規則の政治的行為の禁止に関しては起訴された事例がもうないと、
その違反行為に刑事罰が発動されたことは30年間なかったんだと、だから、まあ、そして、国際人権規約もね、批准して日本でも国家公務員に対して の, その労働基本権をちゃんと与えなきゃいけないとか、まあ、いろいろとその国際的にも日本の公務員に対する人権制約厳しすぎるっていうこと言われてるでしょっていうようなことをいくつか弁護人は主張したんですが、それに対して、しかしながら当裁判所、つまり東京地方裁判所は猿払事件判決の判事内容におおむね賛同するものであり、猿払事件判決は指導的役割リーディングケースとして、今でも機能しているということができる、かつ弁護人の主張を十分考慮に入れた上でもなお猿払事件判決は判例変更する必要がないと、そういう結論に達したと、こういうふうに東京地裁は言ってるんですね。まあ、あの弁護人側のね、判刑判例変更しなさいよって、もう猿払事件なんて過去の遺物だと、でもう今そういう時代じゃないと、いうことで、それに従う必要ないんだ、だから被告人を無罪にしなさいと、そういう、弁護士さんたちの主張に対して、まあ、一応ちゃんとそれを取り上げて、バッサリ切ってる。いやいや、うちら裁判官としては、猿払判決今でも指導的判例なんだと、だからそれに拘束されるんだと、判例変更する必要はないと、そういうことをまあ言っているということです。まあ、しかし、うん、まあ、この事案でね、別に何か悪いことしたわけでも悪いことしたわけっていうかでもないのでね、でしかもね、この人ね、あの目黒の社会保険事務所で働いて、目黒区で働いてるんですよ。職場が目黒区なんです。でこれどこで配ったかというと、中央区なんですよね。ですから相当その自分のその、なんていうの、職場からね離れたところで、この方その月島に住んでる、中央区に住んでるから、あっちのその埋め立て地の方にね、に住んでおられて、そこからだいぶ電車を乗り継いで目黒区まで行って仕事しておられるんです。だから職場の周りでやったわけでもないから、だからその目黒区の、年金事務所にやってくる一般市民の人とすれ違うなんてこともないし、だからまあ そういう意味ではなんか、まあ、少なくとも僕は過罰的違法性があるとは思えない事案なんですけれども、まあ、あの裁判所は苦肉の策で、まあ、罰金10万円だけど執行猶予をつけてあげるという、まあ、そういう判断に東京地裁は落ち着いたわけです。で東京高裁、これは僕出た時びっくりしました。詩人のポスティングでは地裁が無罪にするけれども、高裁がひっくり返してそれを有罪にするというのが2件続いたわけですね。立川の反戦ビラ事件でも、葛飾の共産党ビラ事件でも。ところがこれは逆でした。東京地裁が苦肉の策の有罪にした、罰金で執行猶予。ところが東京高裁はその東京地裁判決を破棄して無罪にしたんですね。でこの裁判長中山隆夫さんという方ね、これは僕本当後悔してるんですけれども、その後出世されて福岡高裁長官になられたんですよ。だから福岡高裁におられる時に、でみんなゼミ生とか連れてそのぜひ会いに行って、私聞ければよかったんですけれども、まあ、福岡高裁長官ってね、前の長官もあれだったんですけど、そうです 2,3 年でね、2年ぐらいかな、でも定年になっちゃうの、もう本当上がりのポストなんですよね。だからもうあっという間におられなくなって、で結局、まあ、今は弁護士しておられます。下に経歴書いてきましたが、弁護士しておられますけれども、あのなかなか立派ですよね。高等裁判所で国側を、しかもこういう政治的な、ね、左翼右翼が絡むような政治的な案件で東京高裁が国側を負けさせる、検察を負けさせる、あるいは被告人を無罪にするというのは相当なことだと思います。でかつてであればそんなあの、左寄りだとか言われそうなね、判決を書いた裁判長はもう出世できないとあいうことが、思われたわけですけれども、この方はさすがやっぱ優秀な方だったんだと思いますけれども、順調にあの出世をされて、最後は、広島高裁の長官を経て福岡高裁長官で定年退官しておられるという、そういう方です。で2012年3月に福岡高裁長官に来て、それでもう翌年の10月定年退官だ、もう1年ちょっとしかおられなかったということなんで、まあ残念でお目にかかったことはないんですけれども、お話聞きたかったなと思っています。
で、どういう判決だったかというと、これやっぱり立派な判決で、国家公務員法及び人事規則による公務員の政治活動の禁止は対象とされる公務員の職種を問わない、職務権限があるかどうかも問わない、勤務時間の内外かも問わない、そういうことを一切区別することなく定められている上、政治的行為の対応についても地方公務員法と大きく異なることなどに照らし、過度に広範な規制と見られる面があると。それから何より昔 その30年前のサルスの時代と違って、現在の国民の法意識を前提とすると、公務員の政治的行為による累積的、波及的影響を基礎に据え、上記禁止規定が予防的規制であることを強調する論理にはやや無理があると思われる面があり、本件罰則規定を全面的に合憲としてサルス事件最高裁大法廷判決の審査基準である合理的基準の審査によっても、合理的関連性の基準によっても、全く問題がないとは言えない、ここまで言ってるんですよ。だから、まあ、サルス判決のを前提としてもやっぱり国家公務員法のもう一切の国家公務員を区別せずに勤務時間外かないかとか、もちろん国家公務員が政治的行為をして絶対許されない類型っていうのは必ずありますよ、当たり前です。ですからそれを全部フリーにしろって誰も言ってないんですよ。だけど問題は、まあ、本当に末端のと言ったら失礼かもしれない、どうでもいいようなことにまで職場を離れてでも休日でも全部アウトにしている、そしてそれに刑罰を科そうとしている、その法体系ですよね、まあ、それが問題で、だから、サルスの大地震では適用意見が出たしという話ですよ。というわけで、ここまで言って、問題がないとは言えないとちゃんと言ってるんですけれども、まあ判例変更に行くのかと思ったら、まあ、そこには行かなかった。で、なぜ判例変更にまで行かないかというと、その数行下、波線を引いておきましたけれども、まあ、確かにこの国家公務員法とか人事規則の規制っていうのは過度に広範だと、問題がある。だけどそれは本件罰則規定の具体的適用の場面で適正に対応することが可能である、こういうふうにこの中山高等は考えたんですね。だから法令をそのものをもう違憲って言ってもいいんだけど、まあ、言っちゃうのはなかなか勇気いるし、そこまでいかなくても個別の事例で、まあ、まさにサルスの大地震のように適用の事例で適用の段階で、適正に対応することができるからいいんじゃねえのと、こういうふうに、言っているわけです。で、つまり形式犯、形式的にね、政治的行為に該当するものやったらもう全て起訴して有罪にするという、そういうことではなくて、ある程度の危険、まあ、具体的危険までは要求しないけれども、単純な、その形式的な、法違反で有罪にするというものも不適切だと、こういうふうに言うわけですね。ある程度の危険が想定されることが必要だ。で、今回の配布行為の堀越さん、男性ですけれども、堀越さんのその配布行為を見ると、まあ、先ほど言ったように職場と全然離れた場所で、配っているということもあるし、休日だということもあるし、それからものすごく目立つようなやり方をしているんじゃなくて淡々と配っている、それから、私は国家公務員でありますって言って配ってるわけでもない、もちろんね。だから外から見たら、ああ、なんか政治運動やってる人がビラ配ってるなっていうだけで、それが、まさかここから 何十キロも離れた、目黒の年金審査官であるなんて誰も夢にも思わない、そういうことも含めて考えると、なんか公務の中立性を疑わしく一般市民に思わせるような危険性、つまり本件罰則規定の保護法域である国の行政の中立的運営及びこれに対する国民の信頼の確保を侵害すべき危険性は抽象的なものも含めて全く公認できない、認められない、そんな危険はねえだろう、こういうふうに言っているわけです。まあ、この部分は僕全くこの事案についてはその通りだと思います。で、したがって堀越さんのそういう配布行為に対して本件罰則規定を適用することは、
憲法21条違反になると、こういうふうに言うんですね。国家公務員の政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約になっていると、つまり適用違憲判決です。法令違憲を出すのは勇気がいる、影響も大きい、国会もきっと反対する、自民党は絶対納得しない、まあ、そういうこともあるかもしれません。そういう計算もあったかもしれません。そして検察が必ず、上告する。まあこの事案だけで堀越さんという人の配布行為についてだけ、解決を考えようというのがこの中山コートの、ロジックでしょうかね、まあ、そういうことになると思います。だから事案の解決としては、まあ、適切な解決であると言えると思いますけれども、まあ、しかしその法令の過度の広範性の問題というのは、まあ、残るということにはなりますよね。まあ、というわけで、無罪ということになりました。で当然、検察は、上告をいたしました。でこれもまた同じく第二小法廷に継続をいたしました。まあまあ裁判官はあのもう少し変わっていますけれどもね。さてそれでどうなったかということなんですが、そこのレジュメに書いておいたように、最高裁の事務局から当事者、まあ、弁護人たちに連絡が来ました。判決書き上がりましたので、何月何日に判決言い渡します。まあ裁判期日が、指定されてきた。だからその日に、まあ、聞きたければ小法廷来なさいということなんです。と弁護人は思ったわけです。口頭弁論ないんですか。最高裁判所はあの法律審ですから、口頭弁論なしで、上告を棄却することができるというふうに、まあ、民事でも刑事でも、民訴法、刑訴法でね、あの定まってるんです。で それは、上告を棄却する場合なんですよ。上告に理由がないと。だからもうその高裁の判断を確定させるときなんです。でそうでなくて最高裁が、判決の高裁の原審の判断をひっくり返す場合には、民訴刑訴の原則に戻って口頭弁論を開かなきゃいけないんです。でつまり口頭弁論を開かずに判決を何月何日言い渡しますと最高裁が連絡してきたというのはどういうことを意味するかというと、中山コートの出した東京高裁 その無罪判決が確定するということを意味するんです。検察はその無罪判決けしからんということで、この共産党員を有罪にしろと言ってるわけですけれども、その上告を棄却して適用違憲で無罪とした東京高裁判決の結論が維持されるということになったわけです。だからこれすごい驚かれたんです。最高裁がだって差別判決で郵便局員有罪になったよね、ということは判例変更か。いやいや、第二小法廷で判決出すってことはこれは判例変更できませんよね。判例変更するためには大法廷回避しなきゃいけない。だけど第二小法廷で判決出す、それに口頭弁論開かない、マジか。猿出判決を判例変更せずになんで堀越さんは無罪でできるんでしょうということになったんです。あれあれあれなんですね。これがまず一つ目のあれあれあれです。でもう一つ、同時期に同じような捕まえてみたら国家公務員だったというポスティングが起きました。それが、世田谷事件です。でこれは世田谷で起きた事件ですけれども、被告人は宇治橋さんという方です。厚生労働省、この人は霞が関ですね、あの本省の方で働いていたと。出先機関ではなくて、本省の統計情報部というところの、課長補佐であった、管理職です、課長補佐で。この方が2005年の総選挙の前日に、これもまたよしゃいいのに警視庁職員宿舎って、あの
の公務員宿舎の中でも最も、ね、自衛官宿舎とか、警察官宿舎って右寄りっていうあのニュアンスが ありそうなところにわざわざあの共産党のビラを配ったと、新聞の方を配布したと。で住居侵入容疑で逮捕されて9月29日に、住居侵入容疑では不起訴にしたんです、検察は。でこれなんでかっていうと、2005年9月ですよね、知人によるあのポスティングで、目黒、ごめんなさい、目黒じゃない、葛飾のね、葛飾じゃないか、八王子の立川反戦ビラが、八王子支部で2004年の年末に、無罪判決が出てるんですよ。まあそういうこともあって、これ住居侵入でやってももしかしたら無罪になるかなっていうふうに検察が考えたのかもしれません、日付的に。で何よりもこの人逮捕してみたら、え、厚労省の役人、霞が関の人っていうことになったので、あ、じゃあもういいや、住居侵入でやるよりも国家公務員法で行こうということで、また捜査機関が、まあ、湧き上がったんだろうと思いますけれども、ということで国家公務員法違反の容疑で、起訴されたということになります。でこちらどうなったかということですけれども、41ページに入ります。レジュメの、第一審東京地裁は執行猶予なしの、まあ、これが普通ですけれども、罰金刑として有罪に出しました。なんというかね、この言い方がね、俺たち下級裁判所だもんみたいな言い方でね、だからそんな下級裁判所で差別判決をに抗うなんてそんな無理やんっていうようなね、なんかそういうあの開き直りというか弱音というか、そういう感じが垣間見えるとも言えるような言いっぷりでですね、言っています。ちょっと読み上げます。下級審裁判所である当裁判所としては、公平性、法秩序の安定性等の観点からも、サルス判決を尊重することがその取るべき基本的立場である、まあ、こういうふうに言ってるんですよ。で、まあ、これきれいごとでね、別に判例変更すればいいんですけれども、あるいはディスティングシュすればいいんですけれども、判例に従うよ、いいだくだくと、判例に従うよということをもうちょっと美しくね、公平性の立場から、安定性の立場から、まあ、こういうふうに言ってるというふうに、まあ、意地悪にちょっとコメントしておきたいと思います。で、サルス事件判決は、ビラを貼ったという話なので、人身規則の5項3号6項13号の話だったんですけれども、まあ、今回ビラを政党機関紙の配布ですから、まあ、項目は本当は違うんですけれども、6項7号だけれども、まあ、趣旨は同じでしょみたいなことで、OK 合憲というふうに、まあ、言っています。被告人が控訴をいたしまして、東京高裁2010年5月13日判決です。こちらも東京の控訴を棄却しております。これはですね、まあ、書き方が腹立つんですよ。サルフツ判決があるから仕方ないでしょって言ってるのが、まあ、東京地裁なんです。俺たち下級裁判所だからサルツ判決に従うのが一番いいんですよって、まあ、こういうふうに言ってる。これに対して東京高裁は、まあ、そういうちょっと弱音っぽいところもなく、まあ、結構堂々とごまをするというかですね、サルフツ万歳みたいな感じで言ってるんですよね。本裁判所、当裁判所はサルス判決の示したいろいろな審査基準とかね、判断の枠組みの全てについて見解を同じくする、こういうふうに言い切ってるんですよね。波線を引いておきました。ちょうど真ん中あたりです。まあというわけで、まあ、非常にこの宇治橋さん、世田谷区の警視庁宿舎に、赤旗を配った事件では二べもなく一審も二審も有罪ということになっちゃったわけです。サルス事件について、まあ、そこから距離を取ろうとか、ね、
変えようとか、そういう悩みは全然判決文から見えない、そういう流れになりました。で、当然宇治橋さん側が、上告をしたんですよ。で、どうなったかというと、なんとこれが2つ目のあららららららなんですけれども、同じ日に、先ほどの堀越さんの上告と同じ日に、最高裁第二小法廷が口頭弁論を開かずに判決を言い渡しますというふうに期日を指定してきた。同じ日に期日を指定したんです。宇治橋さん被告人の話と堀越さん被告人の話を同日に判決を言い渡す、同じ小法廷で言い渡す、そして両方とも口頭弁論を開かない、つまり無罪になった東京高裁堀越さんの判決が確定し、の結論が確定し、そして有罪になった宇治橋さんの方は有罪の結論が確定するということになったんです。で、両方とも小法廷だから、当然サルツ判決はそのまま、判例変更はない、そしてもちろん憲法違反なんかもない。憲法違反とか判例変更っていうのは大法廷ですからね、小法廷ではできない。これは一体どういうふうに説明できるのかということなんですよね。で、もちろん同じ調査官が、両方の判決を書いています。そして同じ4人の裁判、大小で4人ですからね、長官が抜けてますからね、ということになるわけです。さて、それを見ていきたいと思います。まず堀越あので、まあ、同じ調査官が書いてるし、同型の同類型の事案なので、判決は両方ほぼ同じなんです。で、事実認定の場合、ところが全然宇治橋さんと堀越さんとは違いますけれども、それ以外の、審査基準とか判断枠組みとかのところは、同一文のコピペになるんですね。両方とも同じ文章が続きます。で、着線12番を開きながら見ていただいてもいいですし、13番ですね、それよりも詳しく今日のレジュメには、抜き書きをしてきていますけれども、まあ、両方見ながら、聞いてほしいと思います。ちなみに百選13番、長谷部康夫先生が解説を書いておられますけれども、解説の1番の2行目、皆さんの百選なんて書いてあります？本件判決は同日にやはり第二小法廷によって下された、その次宇治橋事件判決って書いてあります。書いてある、なら新しい判決、僕初書釣りというか出た時、これ宇治橋のうっていう字が全部抜けて、地橋さん地橋さんになってて、構成でも誰も気づかなかったのかというと、第二釣りから宇治橋のうっていう字が入ってる。まあまあならいいです。はい、同日にやはり第二小法廷によって下された宇治橋事件判決とともにという、それで、はい、結構です。ではまず、重要な部分だけを、かいつまんでね、この判決を見ていきたいと思いますけれども、まず最初はですね、国家公務員法102条とかですね、人事規則、この要するに国家公務員の政治的行為を禁止しているその条文、これを限定的に読む部分です。まあ、限定解釈をする部分です。いきなりなんですけれども、102条とか人事規則14-7は限定的に読むんだということをこの第二小法廷は宣言するんですね。100選で言うと、これも長谷部先生のこれ半紙1-2がついてないですね、上告棄却の次の第一段落のところですけれども、そこを少し詳しく書いてきたのが42ページ、レジュメの42ページです。国交法の102条の規定っていうのはですね、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって
行政の中立的任命を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的とすると、こういうふうにまず102条の目的を認定しています。これはサルツ事件と一緒です。で他方、国民は憲法上表現の自由としての政治活動の自由を保障されている。しかもこの精神的自由というのは立憲民主制の政治過程にとって不可欠の基本的人権、民主主義社会を基礎づける重要な権利である。そういうことに鑑みると、上記の目的に基づく公務員に対する政治的行為の禁止は次なんですが、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が隠されるべきものである、こういうふうに言っています。まずこの部分が非常に重要な、その出だしというか、総論というか、憲法の21条表現の自由、政治的行為の自由と国家公務員の政治的行為の禁止の関係についての、最高裁第二小法廷の判断を示している部分です。で、先ほどこの立法目的の部分はサルツ事件と同じだとこういうふうに言いましたけれども、その後半部分、表現の自由とこの公務員の政治的行為の関係の部分というのはこれ全然違うんですよ。サルツ判決何と言っていたかですけれども、これ前のレジュメを持ってきている人は、36ページ35ページぐらいですかねのところを見ていただくか、あるいは100選の12のところを見ていただきたいと思うんですけれども、100選の方がいいかもしれませんね。100選12だと1です。およそ政治的行為は行動としての面を持つほかに、政治的意見の表明としての面をも有し、その限りにおいて憲法21条における、憲法21条による保障を受けると、こういうふうに言ってるんですよ。政治的行為の自由、ビラを貼る、ポスターを貼る、ビラを配る、そういう政治的行為の自由というのは、サルフツの言い方では、サルフツ判決の言い方では、政治的意見の表明としての面をも有し、その限りにおいて21条の保障を受けると、こういう非常に控えめな、言い方になっているんです。でこれに対し、堀越事件の第二小法廷は、先ほど言ったように政治的行為の自由というのが憲法上表現の自由としての政治活動の自由を国民は保障されているんだと、こういう言い方していて、でこの自由というのは立憲民主制の政治過程にとって不可欠の基本的人権、民主主義社会を基礎づける重要な権利、こういう言い方をしているんですよ。つまり、その何が違うのって言われたら、そのことから大きな法的規決が変わってくるかと言われるとね、そこはそうでもないかもしれませんが、少なくとも一般論的な、あるいは総論的な、その政治的行為というのをどういうふうに憲法上位置づけるか、どういうふうにどれくらい大切なものと見るかというところは大きく違うんですよ。これやっぱり重要なサルツ判決と堀越判決の違いの一つのポイントだと思います。でこういうふうに、政治的行為の自由、ビラ配りの自由、ビラ貼りの自由というのを、直接的に憲法21条で保障される表現の自由だというふうに位置づけたことからして、それを制限するというのは、いくら公務員に対して制限するとはいえ、必要やむを得ない限度に、隠されるべき範囲が、隠されるべきだ、こういう流れになるという、そういうことなんですね。でそういうことからすると次の段階な段落ですけれども、102条1項に言う政治的行為、政治的行為を行ってはいけないという、その政治的行為というのは次の波線をレジュメに引いておいた部分です。公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なう恐れが観念的なものにとどまらず、現実的に起こりうるものとして実質的に認められるものを指すのだ。でそのような行為を
人人規則に移民したというふうに解釈しなければならない。つまり公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められる行為が禁止されている、こういうふうに言ったんです。実質的にとか観念的にとどまらないとか、こういう言い方とてもとても重要です。淀号の時にもその放置することのできないね、監獄内の秩序の維持のために放置することのできない、危険が発生する、それも、単なる可能性ではなくて、その監獄の状況とかその記事の中身とか、それを読むその囚人の、まあ、未決拘禁囚でしたけれども、未決拘禁者の、性質とか性格とか、そういうことを全部総合的に判断して蓋然性がないとダメだって言いましたよね。非常にそれに近い発想ということが言えると思います。これもとてもとても重要な、絞ろう絞ろう、厳格に何でもかんでも政治的行為があれば全てもう禁止していいんだよじゃなくて、公務の中立性、公務の遂行の中立性を、政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められるような行為のみを禁止するのだと、まあ、そういう趣旨に解釈しなければいけないと、こういうふうに言っているわけです。これも非常に明確な限定解釈です。でその次に、どういうふうに判断するか、じゃあ実質的にそういうね、政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められるかどうかっていうのはどうやって判断するのっていう、その判断基準なんですけれども、ここで出てくるのは、まあ、淀号の基準と同じなんですけれども、当該公務員の地位、その職務の内容や権限、当該公務員がした行為の性質、対応、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが、相当で、まあ、あと読み上げませんけれども、その公務員が管理職であるかどうかとか、あるいはその機械的業務を提供するにとどまるものか、あるいはすごく広い裁量の幅を持った、仕事をしている公務員かとかですね、そういうことにもよるし、それからその行った政治的行為の対応ですよね、いつ行ったか、どこで行ったか、どのように行ったか、まあ、そういうことにもよるし、そういうのを全部総合的に判断して、政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められるかどうかを判断するのだと、こういうふうに新しい基準を打ち立てたんです。でこれはサルフツの、全然、意味不明だというふうに学説に、基準なき基準だ、あるいは裸の綱領だと、こういうふうに言われた、工場豊丸さんの作ったサルフツ3基準、とは異なるものですね。個別に事情をいろいろ拾い上げてみて、そして、実質的にそういう恐れがあると言えるかどうかを判断するのだという、そういう手法を取るというふうに宣言しているわけです。で、この基準を堀越さんのビラ配布、それから宇治橋さんのビラ配布に当てはめる。で、当てはめる部分ではもちろん判決も異なってくるわけですね。そこからはコピーペーストではなくなるんですけれども、まず堀越事件についてはどのように当てはめて、どのような結論を出したかと言いますと、堀越さん自身が年金事務所の、まあ、窓口職員であると、管理職じゃないと、だからその受付に来た人の年金の記録を見て、あなたの年金いくらですよっていうだけで、別に自分の判断とか一切ない、裁量的な判断のない、そういう機械的労務の人で、それに対して宇治橋さん、世田谷事件43ページ、被告人は厚労省大臣官房統計情報部社会統計課長補佐であり、部下である各係職員を直接指揮するとともに、同課に存する8名の課長補佐の筆頭課長補佐、つまり総括課長補佐として課内の総合調整等を行う立場にあった。指揮命令や指揮監督等を通じて
他の職員の職務に影響を及ぼすことのできる、そういう地位にあった、こういうふうに認定しているわけです。大変気の毒なことながら、堀越さんの行政の組織における重要さと宇治橋さんのそれとは全然違うというふうにまず認定をしているわけですね。でここからもうすでに堀越さんが無罪になっていく、そして宇治橋さんが有罪になっていくっていう、その結論がまあ見えてくると思います。でその次42ページに戻って、そういう堀越さん管理職的地位になく、裁量の余地のないそういう、まあ、平の公務員が次ですけれども、43ページ1行目、職務と全く無関係に公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、先ほど言ったように外から見てあの人公務員なのにって誰もわからない、一般の普通のおっさんだと、公務員による行為と認識しうる対応で行われたものでもない、なのでそういう人が配ってるっていう行為は公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められるものとは言えない、こういうふうに言ったんです。で従って次が波線引いておきませんでしたけれども、構成要件に該当しないって言ってるんですよ。だから形式的に見れば政治的行為だから、もちろん、堀越さんがやったことは構成要件に該当するはずなんだけれども、その国家公務員法102条あるいは人事規則14なんだけど、それを実質的に政治的中立を行う恐れがあるものに限定するので、したがってその限定された後の構成要件には該当しない、こういう話なんですね、堀越さんの行為は。で構成要件に該当しない以上は当然、無罪ということになるというわけです。ここが結論です。でその次の段落はこれは何を言ってるかというと、東京高裁中山高等はサルス大臣時国高等と同じように適用違憲の判決を出していました。でそれを否定している部分です。原審が本件配布行為に堀越さんに人事規則とか国家公務員法を適用することが適用違憲になる、憲法21条違反になると、こういうふうに言ったけれども、そうではない、そもそも堀越さんの配布行為というのは先ほど我々が示したような限定された政治的行為、政治的中立性を実質的に行う恐れがある、政治的中立性を損なう恐れが実質的にある、そういう狭い政治的行為には該当しないから無罪なんであって、でこれは何が違うかというとですね、結論は一緒なんですよ、無罪なんですよ、なんだけど適用意見というのは小法廷では出せないんですよ、違憲判決だから大法廷開かなきゃいけない、でそうすると第二小法廷限りで判断をやろうとしたら、その適用意見の道筋は諦めざるを得ない、大法廷に回復するか、だからこの第二小法廷判決でいかなる意味でも違憲判断というのを含んでいないんです。ただ国交法とか人事規則の政治的行為というその五文字熟語をギュギュギュッと狭く返して、本当にやばいやつだけ、本当に悪いやつだけ、本当に政治的中立性に影響を及ぼすそういうものだけがその政治的行為っていう五文字熟語の中に入っているんだと、こういう解釈を示して、で堀越さんはそれに該当しないよねとこういうふうに言ったと。だからどこにも違憲というのは出てこないんですね、合憲判決なんです。僕のレジュメに括弧して合憲クエスチョン限定判解釈とこういうふうに書いてきました。限定解釈というとみんな合憲限定解釈を思い浮かべます。在韓者の人権では最高裁お得意の合憲限定解釈をやってきました。淀五事件もそうでした、熊本刑務所事件もまあ限定じゃねえじゃねえかと、ひっくり返してるじゃねえかとこういうふうに言いましたけど、まあ合憲限定解釈あるいは憲法適合解釈
憲法の趣旨に合うように明治時代に作られた、大正時代に作られたその在韓法、韓国法の意味をギュッと限定するというのが、合憲限定解釈ですけど、ここは同じことやってるようにも見えるんですけれども、まあ、限定解釈であることは間違いないんです。はっきりそれはもう最高裁自身が、第二小法廷自身が限定という言葉を使っています。あれ限定解釈という言葉も使っています。ところがですね、まあこれは余談なんですけど、百選の解説を読めば長谷部先生そこちゃんと書いてくださっていますけれども、千葉克実裁判官、第二小法廷の千葉克実裁判官が補足意見を書いておられて、我々が多数意見が出したこの限定解釈というのはいわゆる合憲限定解釈じゃないとわざわざ言ってるんですよ。なんかどうせ学説が、あまた合憲限定解釈だとか言って最高裁の悪口言うでしょう、違いますよっていうふうに言ってらっしゃるんですよね。まあ、というわけで、一応限定解釈であることは間違いないんですけれども、合憲限定解釈かどうかはちょっとこれは評価によるということで、この41ページの一番下に、クエスチョンマークをつけていったということになります。まあ、これが、堀越事件です。で、世田谷事件、宇治橋さんの方はどうなったかと、なんで有罪になったかというと、まあ、その当てはめの部分ですけれども、まあ、先ほど言ったようなその課長補佐の筆頭であったと、一番偉い課長補佐であったと、8人のうちにね、でそういうこともあってっていうことなんですね。しかしですよ、まあ、それで有罪になったと。あ、じゃあ一応ちょっと見ときましょう。43ページのその波線引いた部分ですけれども、まあ、そういう課長補佐だったから、職務権限の行使の過程のさまざまな場面でその部下がいっぱいいると、課長さんだから、課長補佐さんだから、だからその課長補佐さんが共産党支持であるというその政治的傾向が影響するんじゃないかと、部下に影響を与えるんじゃないかと、こういうふうに言ってるんですね。で、その指揮命令や指揮監督を通じてその部下等の職務の遂行や組織の運営にもその傾向に沿った影響を及ぼすことになりかねないため、したがってこれらによって当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれる恐れが実質的に生ずるものということができると。だから本件配布行為はそういう恐れが実質的にある罰すべき、禁すべき政治的行為に該当するんだと、こういうふうに言ってるんですよね。どうですかね、これはちょっと全然僕は納得はできない。何が違うかというと、配った人間が管理職だったか平だったかって、その違いだけなんですよ。宇治橋さんも自分が公務員ということを全然わからない普通のおっさんの格好で休日に職場から離れたところで配ってるわけですよ。だけど最高裁は、いやでも配ったお前は課長補佐だからな、部下に影響を与える可能性があるよ、ね、それはちょっとですね、その論理関係は謎ですね。なかなか説得力はないように思います。で、それこそ最初に見た長谷部先生の差別判決に対する批判がそこで刺さってくると思うんですけれども、もしもそうであれば、配ってようが配ってもないが、もう共産党を支持している、あるいは自民党を支持しているという、そういう政治的にどこかの政党を支持していることそのものがもう管理職にふさわしくないみたいな話になりかねなくて、課長が自民党支持だったら、じゃあ部下はその影響を受けるんですか、課長が共産党支持だったらその部下は影響を受けるんですかっていうような話じゃないのかなっていうふうに思いますね。まあ、ここは皆さんどう考えるかちょっと分かりませんけど、僕はこの世田谷事件のこの宇治橋さんが有罪になる理屈はちょっと納得できてない部分があります。で、第二小法廷で先ほど言ったようにたった4人なんです、裁判官で。そのうちこの宇治橋事件、世田谷事件には反対意見がついてるんですよ。一人の裁判官が、いや宇治橋さんも無罪にすべきだと、休日に配ってんだし、公務員と分からずに配ってるんだし、職場から離れて配ってるんだし、それがなんでその
厚労省の中身 内部でその部下に影響を与えるというふうに言えるのか、そこは全然説明がないということで、須藤裁判官という方が、憔悴権を書いておられますので、まあ面白いと思いますよ。どちらの多数意見か憔悴権かどちらが、まあ、僕はその結論的に、ね、憔悴権の方が僕は説得力があると思ってますけど、まあ、皆さんが読んでね考えてほしいなと思いますね。まあ、というわけで、この同じ時期に国家公務員が同じように、共産党のビラを配って逮捕され起訴され、そして一方は無罪になり、そしてもう一方は有罪になるというこういう2つの事件が起きたわけですけれども、まあ、それが同日に第二小法廷で両方ともその結論がサルツ判決の判例変更なしに維持されたということになりました。でそれから20年です。まあ15年ぐらいですかね。2009年ですからね。その後同じような事案はないと思いますけれども、少なくとも言えることはこの第二小法廷判決ですからね、これはまあ判例と言えるかどうか、まあ、判決であることは間違いないですけれども、それがずっと、全国の裁判官を拘束するかというのはちょっと分かりませんが、まあ、しかし第二小法廷が示したやり方で何でもかんでも形式的に政治的行為やったら即アウトということにはおそらくならないという方向が見えてきているとは思います。ただ公務員のうちの管理職がやると宇治橋事件の論理で言うと有罪になる可能性がある。平野公務員であれば堀越事件の論理で、まあ、多分無罪になるでしょうということが今の段階で言えるっていう、そういう状況なんですね。サルツ判決の示したサルツ基準とか、そういうやり方っていうのは、まあ、大きく変わった。事実上判例変更がされているというふうに評価することも可能だと思います。最高裁は正面からいやいや判例変更してないって言うんですよ、もちろん。だって小法廷ですから、そのことできっこないわけですから。まあ、しかし実際実質的には判例が変更されたというに値するということが言えるかもしれませんね。実はですね、この2012年の12月7日という日付ですけれども、まあ、この第二小法廷判決が2つ出たと、同日に言い渡されたと。その前日に有川恒正先生という憲法学者、まあ、皆さん名前ぐらい知ってると思いますけれども、が、明日の最高裁判決を読む国家公務員の政治的行為をめぐってという、ワード A4 で2ページぐらい3ページぐらいあったかなを突然日本評論社のサイトにアップされて、でそれを南野くんちょっと申し訳ないけどツイッターで宣伝してと日本評論社の人から言われて、では僕有川先生大好きですから大尊敬してるので、最も尊敬している人の一人ですので、もちろんもう喜んでて、そういう時こそ追廃を使ってくださいみたいな感じでですね、それで宣伝をしました。何かというと明日出る最高裁第二小法廷の2つの判決、よく考えると有罪判決と無罪判決を同時に確定させる、口頭弁論を開かなかったで小法廷だからサルツ判決も判例変更しない、当然憲法違反という判断もしない、どういう理屈でそんなことが一見矛盾するようなそういうことが可能なのかということを予測したそういう文章なんですね。で、少し紹介しておきましたけれども、有川先生によると国家公務員の政治的行為の一律全面禁止を正当化したとされサルツ事件最高裁判決を判例変更することなく、堀越さんを無罪とすることは果たしてまたいかにして可能なのか、
まあ、宇治橋さんを有罪にするというのは、それはまあ差別判決有罪になってますから、まあ、簡単にできるかわかるんですけれども、堀越さんをなぜ無罪にできるのか。二つ可能性があるだろう。第一の可能性は、堀越さんのやった行為というのは、法益侵害が軽微だから、公正要件に該当しないとする、まあ、過罰的法制論。もう一つの可能性は、堀越さんの行為そのものは、法益侵害の抽象的危険がないから、それを禁止することは法の規制の範囲外であるとする、論であると。で、私は明日の判決は後者を取るのではないかと考える。その理由は、これぴったし当たってたんです。過罰的法制論で無罪とするというやり方も当然あり得るわけですね。それは立川ビラの第一審判決がそうでした。でもう一つの方法としては、構成要件をギュッと絞ってそこに該当しないというやり方で、それだと、まあ、これ今でも、サイトにアップされていますので、そこの参考文献に書いた法制にも収録されていますけれども、ウェブで日本評論社のサイトで見る、まあ有川スペース明日の最高裁判決ぐらいでやるとすぐ一発でヒットすると思いますので、よかったら見ておいてください。まあ、というわけで、差別判決というのは、先ほど言ったように、実質的には判例変更されたということなんですね。僕はこの第二小法廷判決が、ね、出る前の授業とかでは、まあ、皆さん将来司法試験を受けて、ね、裁判官になる方も絶対いると思いますから、あるいは弁護士になるという人もね、で言ってたんですよ。要するにね、みんな差別判決ってやっぱり100選乗ってるし、超重要判例だし、それで勉強して、それで司法試験で受かってみんな裁判官になる。でそうするとメンタリティとして、まあやっぱり差別あるしね、公務員の政治的行為はもう基本有罪だよねって、そこからスタートするんですよね。それはまあ普通のことです。でもそれはね、やっぱりね、サルマネなんですよ。もううまいこと言ったって僕思ってたんですけど、やっぱりね、ダメなんですね。なぜサルツ判決が第一審判決でちゃんと時国裁判長が最高地裁で適用意見出してるのに、東京高裁と最高裁が、まあ、極めて強引にね、強引な理屈で、しかも最高裁全員一致じゃなくて大法廷開いて4人の反対意見までつけて、それでえいやと有罪にしたか。政治的な話なんですよ、僕に言わせると。で、それはどういうことかというと、この1974年11月6日という日付に意味があるんです。ちょうど50年前の今日。それを次回以降お話していきたいと思うんですが、その前に公務員の人権制約のもう一つの重大論点、労働基本権の制約というのを見ておくことが、多分その50年前のこの日付ということをよりよく理解するために資すると思います。でそこで、まあ、ずっと前に言ったと思う、公務員の人権というのは、2つ、ね、制約があって、大きく制約があって、1つがその表現の自由、政治的行為の自由が制限されている。でそれが今終わったということになります。でもう1つの大きな制約が労働基本権なんですね。でそれをこれからお話ししていきたいと思います。まあ、10分ぐらい余っているので、法令の、まあ、仕組みというかどうなっているかというのを先に見ておきたいと思います。で来週は、来週というか明日か、今日と明日ですよね。明日連続で皆さんも疲れると思いますけれども、まあ、明日は、その判決を、ね、見ていきます。あ、ちなみにね、明日から出てくる判決は、100選の2に入ってるんですよ。だから100選2持ってる人は持ってきてくれるけど、持ってない人は、まあ、できるだけレジュメに書いてきます、書いてくるようにしますので、まあ、レジュメでいいと思いますけれども、レジュメ頑張って作ります。さて、労働基本権というのは、皆さんはい、6本開いてください。憲法28条に、一般国民については定められているものです。でこれは、まあ、いろんな人権の中でもね、中学高校の公民なんかでも習うやつがありますよね。葬儀権、団結権、団体交渉権、葬儀権ですかね、これが憲法28条では、定められているんですけれども、これ国民の、重要な権利です。
まあ、労働者の権利です。でしかし、労働者であるはずの公務員にはこの労働基本権がさまざまに制約をされているということになっているんですね。でまず一般職の国家公務員、一般職という意味はまあ前回言いましたけれども、内閣総理大臣とか、最高裁判所裁判官とかそういう特別職の国家公務員じゃなくて普通の霞が関で働いている、全ての公務員ということですね。総合職、一般職に一般職ではありません。で国家公務員法を見てください。これも皆さんの6本に必ず載っています。国家公務員法の98条です。でそこに、職員は、国家公務員法で職員というのは一般職の国家公務員のことを言うんですね。だから全ての霞が関の職員たちのことです。で職員は、同盟非業、これがストライキですかね。で退業、これサボタージュ、その他の争議行為をなし、または政府の活動能力を低下させる対業的行為をしてはならない。つまりいきなりなんですけれども、国家公務員法98条の2項で一般職の国家公務員はストライキとかサボタージュとかそういう争議権が否定されているということになります。で、まあ、皆さん労働法全然まだ習っておられませんし、前にも言ったように3年前期でぜひとも労働法はね勉強した方がいいんですけれども、そのストライキとか最近やっぱりないですよね。あの電車が止まるとか、ね、ありますかね。最近あったかな、なんか、ね、なんか久しぶりに去年かなんかどこかがストライキした記憶があるんですけど、ちょっとすみません、あの僕がね学生の頃は結構 ありました。で、なんとか線がね朝から止まってると、それやっぱり嬉しいんですよ僕らね。うわ今日もう全部休校だって大学なくなる、結構ありましたけれども、まあ、最近はないですよね。フランスはね、まあ、本当スト大国とよく言われますけれども、まあ、しょっちゅうストライキがあります。特にその公共交通とかですねストライキをするので結構迷惑なんですよ、その市民からするとね。まあ、迷惑なんですが、しかしそれは労働者が団結して、弱い立場にある労働者が経営者と対等なね立場に立って交渉するというための法的に認められた武器、つまり権利ですから、その権利を行使することについては、まあ、ある程度は我々も順にしなきゃいけないよねっていう、そういう社会的合意があると思います。フランスには権利の利っていう字をね、まあ、日本では利益の利っていうふうに書いちゃったので、なんか権利を主張するっていうのは自己中心的とか、あるいはわがままとか自分勝手とか、そういうニュアンスがどうしてもつきまといますが、英語の right とかフランス語の droit にはこれ正しいという意味がありますよね。権利というのは、まあ、だから福沢諭吉が理科の理という感じにすればいいって言ってたんですよね。それを主張することは理にかなってるんだとか正しいことなんだ。僕ね車を運転すると性格変わるんですよ。で前の車がね突然その交差点でもうなんか青信号になった瞬間に右折のウインカーを出して、ね、止まる車とかいるんですよ。で腹立つんですよね、先に出しとけと。赤信号で止まってる時から右折出してくれてれば僕はその左に行って、それそのまますぐ青になったらさっと行けるのに、青になった瞬間にウインカー出すからもうわーってなるんですけれども、心の中でフランス語でいや彼には彼女には権利があると。だって突然ね右に曲がりたくなったかもしれない、そもそも何の交通違反も彼はしてない、彼女はしてないんですから、いやいや全然それはいいです。で心を落ち着かせる権利、よくねでも本当にフランス語では言いますね、彼にはその権利がイラーヘゾンとかね、まあ、彼は正しいという意味でもあるんですけれどもね、イラーヘゾン、彼は権利を持っている、彼女は権利を持っている、まあ、理性っていう意味ですけれども、ね、まあ、そういう言い方でいらるとは、得らるとは、彼が彼女は権利を持っている、こういうふうに言って、まあ、自分を落ち着かせるということがよくありますけれども、まあ、まさにねストライキ権っていうのは一般市民社会には多大な迷惑をかけるものではありますけれども、ある程度はね、まあ、最近フランスでも相当もうふざけんなよみたいになってきてるとは聞きますけれども、労働者の正当な権利であるというふうにまずは、
考える必要があるんだろうと思いますね。で、まあ、ところがこれが、国家公務員にはまず、禁止をされていると。でもちろん考え方としてはね、国家公務員というのは公僕だし、我々の税金で、働いて食わしてもらって、そういう人たち我々にサービスを、市民にサービスをするべきものだから、それが市民に迷惑をかけるなんてありえない。全体の奉仕者というふうに憲法15条にも書いてありますけれども、まあ、そういうことからして当然公務員のそういう労働基本権なんていうものは制限していいんだ、そういう考え方もあります。あの次回見ていく裁判所の判決例でもそういう考え方を正面から出していた時期も当然あります。まあ、しかしこれは、少なくとも、ヨーロッパの基準からすると、ダメで、国連の ILO 国際労働機関からも何度も日本政府は勧告を受けているんですね。公務員の労働基本権を回復しなければいけない。先進国の中で公務員の労働基本権がここまで、指定されているのは日本ぐらいでということをよく言われているんですね。2009年の民主党政権の時にこれを変えかけたんですけど、結局うまくいかなくて、ずっと ILO からは日本は言われ続けているんですけれどもね。でまずそういうわけで、葬儀権が否定されているということになります。でそれから、警察職員と海上保安庁、それから刑事施設、監獄ですねの職員というのは、組合を作ってもいけない。これも驚くべきことです。組合を作ることさえダメだと。まあ、こういう警察とか、ね、消防がストライキしちゃいけないですね。これわかるんですよ。火事の時にストライキストされたら困りますからね。だからそういう特別な任務を帯びた公務員は一部の職種については、ストライキはしちゃダメよと、これはわかるんですが、組合を作っちゃいけないというのもこれはもう意味不明ですね。団結権が否定されている。で、108条の5を見ますと、まあ、警察職員以外はその組合を作れるわけですけれども、その組合が、当局と団体交渉をするときに、その団体交渉をする対象というのが制限されているんですね。団体、交渉権が制限されている。まあ、こういうふうに上から葬儀権が否定されている、それから一部公務員は団結権すら否定されている、そして、一般の公務員は団体交渉権も制限されていると、非常に厳しい、労働基本権制約というのがあります。で、ところが、ストライキしちゃダメよって言ってるんですけれども、みんなしてたんですね。今はしなくなりましたけれども、民間もしなくなったし、ましてや公務員がストライキするということはなくなりましたけれども、まあ、かつてはにもかかわらず、やっぱりその禁止を破ってでストライキをするっていう公務員の職員団体がたくさんありました。で、それに対しては国家公務員法がきちんと罰則を定めていて、前にも言ったように国家公務員法上の4段階の懲戒処分とは別に刑事法として刑事罰が置かれています。で、98条2項全体に規定する違法な行為を共謀、そそのかし、煽り、企てたものなんですね。これで1分で終わります。だからストライキに参加した平野組合員は無処罰なんですけれども、そういうストライキやろうぜ、そういう組合の幹部ですね、執行委員は刑事罰が用意されている、こういうことになります。で、次回ですね、今日44ページまで配ったんですよね。で、まあ、関係上部、それから地方公務員で、ね、判決は地方公務員の判決も出てきますので、東京都教唆事件とか地方公務員法でもどうなっているのかっていうのを見た上で、その労働基本、公務員の労働基本権制約についての最高裁の大法廷判決というのが重要なのがありますので、まあ、それを順番に見ていきたいと思います。じゃあまた明日ここでお会いするということになりますが、頑張っていきましょう。終わります。今日の会場になります。
真面目に授業を受けている人です。4人。では自己紹介お願いします。名前はいりませんので。出身高校は。ああそうです。うちのゼミ生と同じ高校だ。はい。あなたは。長崎西高校。北長崎西、あ、この間聞いたね、はい、君は宮崎の延岡高校。おお、県北の方だよね、延岡ってね。はい、あ、ちゃんと100選も持ってます。以上です、お疲れ様でした。